読み上げ動画、幕末維新の謎、第17回、括弧、全27回、幕末維新の謎、第17回、括弧、全27回、記事の読み上げ開始。黒丸吉田松陰は、松下村塾でテロリストを養成して、近隣諸国への侵略主義を唱えていた。黒丸高杉晋作は放火犯で、テロの実行を煽、括弧、煽っていた。黒丸西郷隆盛は僧侶を殺めた殺人者で、武装テロ集団を指揮していた。明治維新から現代に至るまで、薩長士官によって欺かれている歴史とはどのようなものだったのか。薩長にとって都合が悪く、あまり表立って語られることのなかった歴史の真実とは。なぜ今、反薩長士官本がブームなのか。150年目に明治維新の見直しが始まった。しかし理由はどうあれ徳川慶喜の無血開城がその後の日本の発展に大きく貢献したのは事実。維新の前に小栗が近代化を始めてたし軍備も強化し始めていて新政府軍に勝てたのに無血降伏したのはすごい。恨むなら徳川幕府と天皇を恨めろ。だから今は違うな。明治が朝鮮支配時代ってことじゃん。うちの目の前に住んでる地主が会津藩士の家系だな。かなり質素だね。今なってるでしょ。うちのじっちゃは戦争中ろくなもん食ってないし。子供は栄養失調で死んだ。薩長の作り上げた大日本帝国はふん。じゃ幕府はフランスの工作が失敗したんだな W。徳川幕府の行き着いた先は内戦。明治維新の行き着いた先は亡国的敗北の対米戦争で全然違うだろ。植民地を知らないから。そんなバカなことを言っているだけ W。重箱の隅をつついて全体を語られても、懸命表示されてこのすれやってほしいわ。現在はアメリカの植民地みたいなもんですが、まともな国の植民地になった方がいいよ。今日本は植民地なの ?W。傀儡政権の最初は満州国ですな。内戦の後は、列強による分割統治に決まっているだろ W。帝国主義の空か食われるかの時代だぞ。内戦しているアジアの国を列強が放っておくと思っているお花畑の丘よ W。今日本は植民地だよ。時代背景無視して傀儡だ。と肩よく丸出し W。何にも知らないんだな。三流レベルの歴史家の書籍を読みすぎ。冷遇されてるどころか。島津氏だけは江戸幕府を作った徳川家康から。特別待遇されてるの畑大名と違って知る人ぞ知るところ。関ヶ原の戦いもも宮崎に島津家分家となる佐渡原藩を与えられたり、琉球の海外貿易を目的に琉球を組み込んで11万隻も数となることを。徳川家康が関ヶ原後の島津氏に許可を与えるなど厚遇を挙げたらキリがない。そして唯一島津家だけだから、江戸時代に数多くある譜代大名家や数々の戸様大名家の中で、徳川将軍家と正式に婚姻が認められたのは大名家は、安倍が言っただろう。日本は 100% アメリカと共にある。つまり 100% アメリカの属国です。お前は歴史の勉強が足りないようだな。なりすまし嘘つき。会津を誇らしげに語る自称会津人は大体親中間だろバーカ。明治維新によって日本は確かに発展したな。太平洋戦争で多くの人が無意味に死んだからな。本当に良かったのかは誰にもわからん。幕藩体制のまま近代化したらドイツみたいに各地方に人口や力が分散したまま発展した可能性もある。間飛ばしていきなり大東亜とか原田よりかよ W。左翼丸出し。大体なんで明治維新がなんで海外からチートのように思われているか考えてみればいい。アジアで国家体制がちゃんと残ったのは日本とタイだけ。ベトナムやインドネシアが国もない無主の土地だったわけじゃないぞ。どこも国家が潰されて植民地になっているんだ。植民地は資源を全て奪われて、産業なんて起きようがないよ。ただの資源供給国となり下がって、国民は貧困にあえぐことになる。日本の現状を見て、そう思うか？東洋経済か。薩長は尊王だったわけだけど、これ婉曲な皇室批判で日本人分断狙ってるとかじゃないよね。半数は首都圏と出て一見東日本優位になるから面白みにかける。三代前まで表示すると面白いかもな。だからなんで明治維新からいきなり大東亜に飛ぶんだよ。実すれば、兼コロンに必須にすればよくね。歴史学者間の孔明天皇毒殺論争は決着ついてないよ。最終的には発掘調査が必要。基本的に一般的な天然痘の回復期に五九穴より五脱血で急死することはない。孔明天皇が病死したとする説は無理がありすぎ。石井原口論争で、原口の病死説は孔明天皇の悪性闘争史という余談があって、資料を極度に歪曲し、余談に合致させるという虚しい努力を重ねていると批判されてる。ところが江戸後期から幕末に減少していた東日本の人口は、一貫して増加に転じた。つまり食料品は増えている。もちろん、アボーン、長文コピペに何も言わず短文ばかりを抽出、反論なし、奈良自民を倒せばいい話。薩長がやって今の国民がやっちゃいけないなんて法はない。だろ？日本の現状を見たことあるの？これは安倍一派にとってはめちゃくちゃ都合が悪い流れだな。どういう意味だよ？反論するなら、論理的に。レッテルバリは、敗北宣言とみなしますよ。W。おおすげえスレが伸びてるおお。いいね。朝鮮半島の古日本人のような造語には本来答えようもないが、171氏のように答えると、アイヌ人と沖縄人、議員を選挙で落とすしかないわけで、岡蒸気による鉄道敷設とか、郵便制度とか、学校制度とか、いずれも明治一桁の時代に始まる。ものすごいスピード感での事業推進。やはり、すごい時代だったのかも。あなたが発掘しろ、で逃げても、歴史と医学上の見解は天然痘で一致しています。また、明らかにヒ素の症状ではない。島津すけえな。それは支配する国家の思想による。アメリカさんは旦那だからいろいろ許してくれた。ちょい前までは飛行機作っちゃダメだったんだぜ。世直しを言うなら、新政府樹立後は、
倒幕の陣頭を取った連中は、要職につかずに田舎に消えたらよかったんだよ。自分たちが結局、元武家と変わらない権威や要職についてるメンツを見たら、正直、これまでの武家がしたことと何が違うんだって思うだろ。下級が自由にならない経済や中央に対して、外国の資本と結託して、天皇まで外国と手を結ぶために出して下国上した歴史って言ったら、その方がしっくりくると思う。マジで懸命表示してほしい。都心はさ、懲罰もいるから何とも言えないね。東海、関西はどちらの味方をして書いてるのか気になる。ちなみに俺は横浜だが先祖は福島とアメリカな。そういうタイプの天然痘は存在するし、回復期は免疫が落ちてるから、普段なら無害な感染でも、激症化のトリガーになり得る。選挙じゃ変わらない仕組みになってるんだなこれが。相手の作った土俵なわけですよこれが。ソ連に占領されたらそうなってただろうな。結局原爆落とされアメリカの奴隷になるわで何もいい結果になってないのが笑えるな。全体的に見れば転落の道を転がり続けてる。東洋経済は極右だよ。毎日出版も極右。原田よりは左翼なのに毎日出版から本出してるよな。会津プロパガンダには極右もいるってことね。会津人なりすまし少々。そもそも明治維新の立役者なんてある意味テロリストだからなダブリ。しかもその人たちに資金を援助したのはどこの国の誰なのか。このあたりをいろいろ調べるといろんなことが見えてくるよなダブリ。自民党だけじゃなく現政府を倒幕しなきゃならない。クーデターなんか起こらんから無理だけど。なんだそれ？バカ丸出しだろ。ブロック経済における植民地は、富んだ消費地である必要がある。そのための宗主国の植民地への投資なんだな。イギリスや日本が巨額の投資をしたことを知らないのか？少しは真面目に勉強しろ。世界の美意識はこんなに言った。女性の完璧なプロポーションは？かっこ比較画像。左長テロリスト右や左長反発政治右や自由民主党。大人の言うこと聞きやしない。勝手に盛り上がりと党を組んでわがままを押し通し、鼻高々で霊威出陣。現場で大人の足でまとい、大人の現場を前にして勝手に自我崩壊して大人の仕事を増やし、何一つ成し遂げず敗走し、挙句に集団パニックで集団自殺。なのに死にきれなくて大人に助けられるクズまで登場。それが、会津自慢の白虎隊。幕府側も左長側もいろいろ問題があったが、日本人すべてが公に尽くしたからこそ成し遂げられた改革だろ。自分さえ良けりゃいいの現在人。特に国家否定の左翼どもは彼らの爪の垢でも煎じて飲めろ。地域でどうのとかは当事者の地域くらいだろ W。日本人は基本的に左翼なんだから。反日と会津の味方だよ W。日本は弱い方が強い国だからね。自衛隊がもし決起したらどうなるかだな。226と同じ扱いになるなら日本は変わらない。2012年10月、知らずに飲まされていた抗精神薬の副作用で、1月ほど記憶がなくなった。意識がはっきりして時、物は揺れて見え、手足は震え、のれつも回らず、痰が多量に出る。自分の人生は終わった。と、絶望の淵に沈んでいる私に、震えを抑えるのに効果がある、と虚偽の説明をして抗精神薬の一つ、躁うつ病の治療薬でパケン R を飲ませた。抗精神薬で寝たきりになった患者に、虚偽の説明をしてさらに抗精神薬を飲ませる。その意識は、寒気がするほど怖い。メニューの、デパケン R と怖い医者の意識に記載。アメリカが軍艦8隻でやってきて100発以上の空砲を撃って、江戸の幕臣たちはビビって不平等条約結ばされた。黒船に搭載している大砲の射程距離が3000メートル。幕府が沿岸に設置した大砲の射程距離は800メートル。日本の大砲が届かないところから、黒船は江戸の町を射撃することが可能だから、屈するしかなかった。平和ボケで技術の差がつきすぎた。アメリカに負けたら男は奴隷。女は2号3号を格納してたんだぜ。アメリカはいい国すぎるぜ。まったく、その後の趣味三昧の生活を見るに、実は吉信さんは政治とか嫌いだったんじゃないかと。会津人なりすましがひどいしょう。東北も知らないで突っ込んだら関東に話を変える。それでも自称会津人と言い張るしょう。長女広里の借金踏み倒しも幕府の了解があったから可能だったみたいね。明治維新は白人による横暴に泣き寝入りしてた有色人種に希望を与えた世界史的偉業なのに。何言ってるんだ頭おかしい反日連中ども。GHQ 士官が真逆の大嘘とバレ始めて焦ってるよね。幕藩体制でも近代化できた右やそんな例あるの清は失敗したじゃん。イギリスに乗っ取られた右やなんで没落したの。長州主導の天皇替え玉右や長州単独でそんなのできる実力者は誰なの。歴史そんな詳しくないからこの際教えてくれ。つうわけで、黒船来航で揺らいできた幕府を。島津成明も島津久光も、あくまで支えていくつもりだった。だから、上位熱で調子こいた連中が吹き上がると、かなり容赦なく粛清されたし。別に倒幕とかは考えていなかった。それを薩長同盟まで進ませたのは、実は一橋義信。義信は対長州で会津と組んで活躍しすぎて、近衛の宴席で朝廷からの信任厚い、戸様大名を危険視して、朝廷から罹患しようと情報戦を仕掛けたから、侮辱された久光がぶち切れて徳川との関係冷却。その隙に薩長同盟が進められた流れ。幕末からめちゃくちゃ農業生産性が上がったわけじゃないと思うよ。終戦まで食料が豊富になったのは朝鮮、台湾、満州から食料を輸入してたからだからね。戦後機械化が進んで農業生産性が爆発的に上がった。自民は雨の手先、日本人のことを最優先に考えてないって事実を広めりゃいいだけのことだ。そのうち中国あたりに工作されて内戦でも始めるかもしれんし、現代に例えるならそんな感じだろ。勝って新政府樹立したからなんとでも言えるわ。幕府は征夷大将軍という地位で天皇家に見放されちゃ無血開城するしかねえしな。突然、紫の死斑が体中に出て、5級穴より5脱血し、
七天抜刀に苦しんで急死する病気が、当時の京都や宮中で流行してたの？孝明天皇だけが、そんなありえないような激症型に感染するなんておかしくね？しかも倒幕派に都合のいい絶妙なタイミングで。科学的に決着つかない問題だけど、状況証拠を考えれば倒幕派の仕業とみなすべき。というか、立場的に開国派明治政府は、自ら西洋の仲間入りを望んでのことだ。だから第一次世界大戦でも西洋と同じように進むみたいなら、日本も国として兵を出して参戦しろと言われていた。一員になるために帯同している。それで晴れて、西洋の一員と喜んでいた。だからまさかアジアまで植民地化して、日本にアジア人を白人のために一掃せよという、議論を旧国連軍から得るなんてこれっぽっちも思ってなかった。明治政府が誕生していたことで、近代産業の柱になるマナブロンは手に入ったな。失ったものも同時にあるということ。飯沼少年は怪しいからな W。死ぬつもりで喉を2回もついてるんだから、かなりの大怪我だと思うが、回顧録にそういった記述がないんだよね W。そもそも白虎隊が死んでるとこ、発見した人の証言ってないんだよね W。あるのは私の義理の父が発見したという、証言にもならんもんしかない W。飯沼自身、長州士族に保護されて長州に行き、日清戦争にまで参加してる。おかしいよな W。植民地経営として朝鮮は赤字、投資金額の方が多かった。これは植民地として朝鮮を見ていたのではなくて、朝鮮を対ロシアの防波堤として近代国家にするために投資していたから。しかし台湾は植民地経営としては大幅な黒字。台湾で生産される小農で大儲けしていた。これが資源の搾取。よく朝鮮は併合したのであって植民地ではないと言われているが、経営状態を見てもそれは明らかなんだよな。だから純粋に植民地という場合は、資源の搾取で植民地の国は貧困になる。これは当然のことなんだけどな。お前はバカですか？東北は昭和になっても飢饉が発生してるしな。明治新政府は幕臣も多く登用している。幕臣にも新時代でも必要とされる優秀な人材が多かったということ。ならなんでお前は植民地という言葉を使ってるの？日本は無条件降伏した。妻二千小国にどのように扱われても仕方がなかった。相手がアメリカでよかった。いい国に作り変えてくれたし、長州チョンはバカチョンなので日清戦争で日本勝って清をイギリスが支配で、日本とイギリス傘下の中国人と戦争になるのはわかる頭ない。民主主義を最大限に利用するのさ。自民や役人は民主主義の敵という事実を広められればそれほど難しくないよ。黒幕を語るやつはユダヤ説と朝鮮説に分かれてしまい説明がつかなくなる。で、最後はアベが、日本会議が、と尻尾を出して一般の日本人失笑。意味がわからない。日本が植民地ではないと言っているのが俺の主張なんだけど、ドラマやアニメで長老だけがなぜか、じゃ、と長州弁を使う。人間が年取ったからって急に長州弁喋り出すはずもないのにさ。明治の偉そうな長老たちが長州弁だったんで偉そうな奴の言葉になったんだと思う。天然痘にある症状だね。天然痘を否定するなら、桑名藩松平定型のアバターは何なのだろう。明治維新の時点では希望を与えてないだろう落ち着け W。その通り。でも会津プロパガンダ、反日プロパガンダでは、冷遇にしとかなきゃ被害者という印象操作ができないだろ W。滋賀、朝鮮、会津、こいつらがやってるのは、被害者の印象操作なんだよ。江戸時代に数多くある譜代大名家や数々の戸様大名家の中で、徳川将軍家と正式に婚姻が認められたのは大名家は、赤門って知ってる？答えれないお前が落ち着けたよく W。広まらないんだなこれが。詐欺師の詐欺行為を暴いてたとしても、日本国民は怒るんじゃなくて仕方ない、と思っちゃうんだよね。まずは意識改革イコール教育から始めないといけない。日本国がまともになるまであと100年はかかるかも。原爆や空襲であれだけ焼き尽くされたのになんという奴隷根性。いやー、内乱起こすのもう無理でしょ。オウム事件で破防法強化されたし、古い盟約により我が輩は会津派にてこう。朝廷は偽物。中国人が三種の神に奪ったらなんて語る奴を信じるな。薩長士官が、ただの薩長から見た正義でしかないから。気違いってのはお前のことだ。福島のどこですか？明治維新が掛け声倒れで焼け野原。今も江戸時代以下の国だからな。勝海舟の日記よく音読しとけよ W。別に安倍自民党に反対するのは結構だと思うけど、明治維新がなく、江戸幕藩体制が続いていた方が日本にとってよかったとはとても思えないんだよね。こんなの無理やりすぎる主張だろ。戦争やってるんだからさ。日本が逆の立場でもアメリカ本土に同様のことするよ。中通り、家系図では祖父が第16代当主。明治から終戦までの日本なんて、欧米からは、今の俺たちから見てる北朝鮮みたいなものだったんだろ。アメリカに喧嘩売る身の程知らずっぷりとか色々被ってるしな。今までは薩長主体のそれ以外の見方は、タブー視すら、されていたんだろうな。なんちゃって世教育の賜物ですね。幕末維新明治、スカスカの大阪、ええじゃないか、ええじゃないか、左やこれ踊ってただけ、どの辺が江戸時代以下なんでしょうか。W、明治維新で富国強兵、近代化は進んだし、明治時代は戦争にも負けずに、列強国入りなわけですが W。さ、今江戸時代以下な理由を張り切ってどうぞ W。ネットが変えるよ。民衆の覚醒を恐れた政治家役人が危機感を待ち始めてる。奴らは政治は下手だが、保身能力は一級品だ。反乱イコール武力とは限らないんだよ。情報だけで十分自民は潰せる。孝明天皇の急死の状況は一般的な天然痘では説明できない。で、歴史学者の間でも意見が割れてる。毒殺説。一般的な天然痘の回復段階で何者かにヒ素を盛られ暗殺された。病死説。
一般的な天然痘ではなく四半性痘瘡、出血性嚢胞性疱瘡という、極めて特殊な劇症型天然痘で突然死した。病死説はあくまでも症状激変を病死で説明できる可能性を指摘してるだけで、その物的証拠は何もない。毒殺説も物証はないけど、症状や政治状況などを総合すれば、矛盾な国角の急死を説明できる。現段階では毒殺説が確信をついてるよね。明治一桁、上地命令、幕府廃領地全部没収。特権階級は売り払ったり土地交換。基礎改正、国有と民有の区分け。土地課税、地主と納税義務者を確定。田畑売買禁止令を解除。不動産家や、仲介業者が登場。廃領屋敷に住んでた管理は一等地を入手。役人は自宅不動産を所有するようになっていた。日本が原子爆弾を保有していたとしても使用はしなかったと言えるね。金の流れで歴史を見ないと何もつかめないぞ。なぜブームか。売れるから。四国に配置転換されそうになった。資料だと話ができないから IF で妄想に浸るんだよ。シナ、朝鮮、藍住なファンタジージャンダブリュ。え？このスレのそもそもが IF を前提にしているんじゃなかったっけ？違うの？2021年9月イコール総裁3期満了。お前らは歴史勉強してるつもりでヒーローごっこの妄想してるだけ。早く具体的に言えよ。文献添えて W。社長がテロリストであるということは定説になっているようだね。言いっぱなしのお前が何をほざく。早くかつ回収の日記音読しろよ。武力を使わないで政府を転覆させることができるのかい？いや、俺は政府を転覆させようとは全く考えていません W。平和主義者なので W。国家神道とか柱で神とか完全に大陸の影響だもんな。日本の歴史にない感じするわ。朝鮮支配時代だわ。使い古しの長文コピペ爆弾には何も言わず会津人排除。わかりやすいなりすまし症。アメリカなんて歴史が浅いがゆえに何も理解できない行き当たりばったりの政策ばかり。オレンジ計画なんてのはたまたまハマった側の政策で大概は失敗してるよ。そもそもトランプなんて東アジア情勢も行き当たりばったりでどこにどの国が位置するかすら知らないだろ。アメリカの最大の過ちは共産主義が最大の敵であるにもかかわらず、防波堤の日本とことを構えたこと。中国に対する7年の甘さがあだになってやがて没落する。日本では老人は広島弁を喋ることになっております。多くのアニメや映画に登場する老人の言葉の多くに、ゼロじゃ、ゼロじゃのう、と決まっております。どう見ても中国地方の言葉です W。はじめは遊びでもいいのさ。興味を持つことが大事だ。反政府はテロリスト。つまり会津もテロリスト。わかるかね？会津プロパガンダ君 W。幕末の大名はどこも経済的に破綻してたし、幕藩体制の維持なんてありえないよね。左翼は現実の政治で安倍内閣に勝てないから妄想で精神勝利してるだけ。紺敵の艦隊のケンスに、戦中の日本は悪魔のような国家さ。まさに北朝鮮。新潟の郷土史で印象的なのは新潟の医者の目の前で、会津藩士が死んだ敵の肝を度胸試しと言ってペロリと食うところだな。明治維新からの直結で大東亜戦争に行くパーな多いんだけど、会津プロパガンダ、反日プロパガンダだと、自分などでバラしてる敵づかないのか？長州の池田屋事件の恨みは根深かった。多分、松平かたもりの首があっても会津を蹂躙していただろう。安倍のセイバース。のあらかじめ用意した。長文コピペ爆弾を垂れ流して回してる。指摘すると ID ざらして攻撃これのループショー。小説で騙されてたことも認めようよ。倒幕と言われるのは和平的な樹立ではなかったって意味でもある。明治政府なかったら開国できなかっただろっての派飛躍しすんだ。厳しく言えば、下級武士のトップがこれまで体制を支えてきた位の高い武家及び徳川家を、くどけなかった戦略が足りなかったからだ。天皇の忠臣でもある主の職の武家は十分知ってるはずなのに、その天皇を開国動乱のお守りに使うなんて、やってもいけなかった。こんなの人質とかはないんだよ。徳川だってそんなことしてないわ。幕軍は人を食ってたからな。これが工作員のやり方か。さないや松陰の何を評価できるんだか。後敵塾は大阪。これはいけるで、二目ざとい。保護して育成するのはあいつらうまい。製薬メーカーとかの大阪発祥はすごく多い。なるほど、パヨチンには都合が悪い話なのか。維新に関係ないね、それしょう。では、なぜアジア中心に欧米からの植民地支配脱却ができたのよ。捕虜の扱いも人道的。民間人への無差別爆撃なし。日本は民主主義じゃないからね。正確に言うと上っ面の民主主義。なんちゃって民主主義。これは民衆は気づいてなくとも政治家や役人は十二分に理解している。でもこれから徐々に変わっていくよ。今は時代の転換期だ。どんどん面白いことが起きるで。決して目を離すな。アメリカ自体の歴史は浅いがアメリカを作った奴らの歴史は深いよ。あとトランプが戦おうとしてるのは銀行。高明美門は見たけ180センチメートル以上武士の真似してチャンバラ好き酒好きで骨太頑丈。アメリカは日本の風船爆弾に最近兵器を積まれてアメリカ本土に落とされるのが一番怖かったらしいけど、日本は実行しなかったんだよな。もしも未来を予知して原爆投下を知っていればやったかもしれないな。それを印象操作で役にしたいのが、近代史の中心にいた長州はこいつらの敵。それは捏造。社長は女子供を犯し、殺し、野ざらしにしたけどね。社長が新政府樹立で真っ先にやったことって、自分たちの仲間の懲罰回避の恩赦制度だもんね。本当に身内に甘々で嫌になる。へえ、どこの？小アメリカが小。フジ歴史テレビの日本下げ英国上げは何なんだ？やっぱり本質は日本や日本人下げのフジテレビ。明治維新の裏側を探求する流れは歓迎する。まあいろんな角度から歴史を究明していくのは良いことだよ。
真実は時間の経過とともにあらわになっていく W。嘘はいつまでも続かない W。ファンタジーを否定するために別のファンタジーを持ってくるお前ら。なぜ今反社長士官なのか。簡単だ。中国が捏造士官を押し付けて。例えば福島と政府を対立させようとしている。もう飽きましたのワンパターン工作活動。ただもうちょっと下調べしないと洗い物になるだけ。維新からいきなり大東亜戦争に行くんだよ。原田よりもそうだろ W。もしかしたら、今は新しい転換期かもね。だから徳川幕府は日本を開国させ、公武合体の下で近代国家に移行しようとしてた。それに対し社長は、藩の既得権を守るため、攘夷を叫んで抵抗し、しまいにはイギリスと組んで倒幕クーデターを起こした。徳川幕府が開国近代化を進め、社長は既得権を守るためそれに敵対してたのに、社長士官の中では評価が逆転し、なぜか社長が日本を近代化したことになっちゃうんだよね。会津人でそんな話は出ないっすね。まあ昔話。でもな、橋も外された島津久光のことだけは忘れないでくれ。どういう？何を言ってるかわからんけど、死の行進をさせた悪魔の国家だよ。もう政府は自滅寸前なんだね。君の言う新時代の幕開けを楽しみに待ってるよ W。進め一億火の玉だ。なんで新潟の医者が嘘つく。会津は古い風習を受け継いでいても不思議じゃないでしょ。できないなら謀反になるね。社長はできなかった謀反止まりの世直しだったよ。国内問題を外国に依存して天皇に動乱の反抗させたことについては、反省すべきだ。動乱で暴れた連中を新政府樹立での恩赦制度で見逃したことは、世直しじゃない。目的が達成したら騒動を起こした連中全員更迭するべきだった。でも逃がしている。第なり1。作謀、謀反、暴虐、殺戮、強奪、強姦など、ありとあらゆる犯罪行為を、徳川が大阪夏の陣でもやったこと、その人会津人じゃないです。日常的に会津では朝鮮の話題出ませんからしょう。飛行機が自由に飛べない。毎年50兆円に次いでる。戦争語っててもマレー作戦とか知らんおっさんばっかりだろどうせ。徳川幕府って中世の象徴だと思うけど、天皇と殿様と首相の三党体制で近代化するつもりだったの？会津は朝廷軍、社長は自称官軍。で？君はどこに住んでるか決して言わないな。その既得権ってなんだよ W。長州は開国だぞ W。幕末は弱腰の標準開国。長州は開国前に攘夷をして植民地化を回避する。実際に勝った薩長が政策として、近代化を進めるのは当たり前だろ。幕府もフランスと組んでたし、会津はドイツに国を売ろうとした。で、既得権って何？薩長が自分たちの困窮藩の問題で経済語る立場なら、中央幕府は国としての外国との交渉規模の立場だった。外国の豪商や富裕層資本家は実際に、幕府にも謁見しに来ている。でも全部止めたのが薩長。龍馬暗殺の真相、龍馬と中岡は、薩長、岩倉朋美による家持ち、孔明天皇暗殺事実の公表の時期を、伺い、まさにその公表戦とする前日、薩摩の刺客により暗殺。龍馬をやったのは薩摩。孔明天皇の次に即位するのは睦仁親王。この親王も砂漠派。薩長にとっては面白くない。南朝の血を引く大室虎之助とのすり替えが行われた。明治天皇は南朝の血筋を引いた天皇である。岩倉朋美、薩長は龍馬、中岡をやり、家持ち、孔明天皇、睦仁親王を暗殺した逆賊である。ああ、なるほどね。またいつものくだらない明治維新万歳ブームだと思ったけど、その逆ってことね。いいことやん。田伏のアホたちにはつける薬ないわ。反薩長士官は、すなわち、朝鮮士官。朝鮮人は、薩摩の西郷隆盛と長州の伊藤博文が大嫌い。ついでに豊臣秀吉も大嫌い。つまり日本人の目から見れば英雄が大嫌いということ。最近の小説や映画にも、朝鮮士官は反映されており、ことさら豊臣秀吉、西郷隆盛、伊藤博文らを揶揄したり醜く描いている作品が多い。それはお前の願望だろ。当時、日本の GDP は世界6位で5位のフランスとほぼ同じ。日英同盟していた。戦艦、空母があって、台湾、朝鮮半島、満州を開発できる国と比べても。でも薩長が作った明治政府が、廃藩置県して、既得権益を壊したわけだけど。明治政府が武士の利権も奪ったから日本全国で武士による反乱が起きたわけだ。その最大のものが薩摩の西南戦争だぞ。その後の歴史を見ると、どう見てもお前の言っていることはデタラメだとわかるよね。その後の歴史が示すのは薩長は既得権益を守るどころか、国のために既得権益を自ら放棄、壊しているじゃないか。徳川慶喜が内戦外国介入を阻止のため、大人の対応で政権全譲した。みたいな意見頭の中腐ってうじでも湧いてるよね。大政奉還の目的は薩摩が軍隊動かして状況の単位名分を失わせる理由と、朝廷に政権運営なんか無理でどうせ丸投げしてくると計算しての縁だって、芝作品に書いてあった。だからなりすましばっかなんだよ、ショー。なんて番組？面白そう。攘夷イコール撮影、戦争、下関砲撃民や敗北。大攘夷イコール太平洋戦争民や敗北。薩長は破壊活動団体です。新自由主義とかグローバリズムに疲れた人たちには、ニーズがあるしそういう時代だからちょんこ右翼が抗っても無駄な気がする。国有銀行が禁止されたり、西南戦争があったり、何が保守だよ W。極左暴力革命そのものじゃないか。ID 変えて何がしたいの？本当の会津人登場でなりすましバレて発表かよ単純賞。そこなんだよな。朝鮮討伐の秀吉、西漢論の西郷、総督府の伊藤は朝鮮人が嫌う日本人、秀吉は時代が違うな。西郷、伊藤は幕末から明治の人間なんで、会津プロパガンダの敵にもなる。ここで、反日プロパガンダと、会津プロパガンダに共通の敵が生まれる、構図になるんだよね。
だから会津プロパガンダは反日プロパガンダだし、反日プロパガンダは会津プロパガンダになる。個人の無論でも反日プロパガンダであり、会津プロパガンダの発信をしてる人がいるのは、この構図だからなんだよ。結局は毛利VS 徳川な話なのだよ。愛国な動機でも結果的に国を滅ぼしたらダメって麻生が言ってただろ。薩長が日本を支配した結果、日本はアジアに破滅的な不幸を招いたと、反薩長士官の人たちは思ってるんだよ。違いますけど W。士官といえば、今富士の27時間で日本の歴史がテーマだそうだか富士が相変わらず日本を貶めててわろた。島津成明と安倍正弘が長命ならば、後部合体、武備開国。と、緩やかな流れになっただろうなと思う。何言ってんだ？バカなのか？かっこ、薩長反発は、同、反同郷の詩人互いに相匹互いに相をして、上は高士類の地位から下は末流の小司に至るまで、関東に従属して自ら団結の勢いをなし、あたかも新政府の新関東に旧道、藩の旧党を損する者のごとし。昔から批判されてるけど、藩閥で利権を独占するのが長州人、薩摩人の特徴だよ。幕末期の長州が幕府の開国近代化政策に敵対したのは、長州藩の密貿易利権が消えるから。だから長州は各教師長師藩単独でイギリスの日の下に入ろうとしてる。まさに売国奴なんだよ。当主？どこの？薩長クーデター政府、かっこ安倍カルト自民政権を打倒し、対外膨張政策を改めるべし。だからなんで維新から大東亜に飛ぶんだよ。W、完全に原田伊織と同じじゃん。政治家や役人も同罪だけどな。権威主義だな。決まったことは否定するな。そう聞こえた。どっちが正しいかは知らん。で、アホよはどっち？ W、革命は重厚から生まれる。その通りだけど、日本みたいな高度に発達した社会だと、それ以外のやり方の方が良い気がする。何かやり方はありそうだけどな。しかしここのスネは共謀罪で書き込んでる奴ら何人か。しょっぴかれそうだな、かっこ笑い。何が違うのか？よろしく。明治天皇以降も北朝。俺に言われてもな、大東亜戦争に負けたって結果しか見れない人たちに言ってくれ。欠点しか見れない人って野党タイプのやから、口だけは威勢のいい有能な言動を放ちまくりだけど、実際に自分がその立場に立つと打って変わって、能力不足から来るのか高達者だけなのか無能ぶりだけを表すという W、長州が朝敵なのは事実です。じゃ徳川も豊臣にクーデターを起こした。政府になるよね。そもそも巨大市場の成長での権益をイギリスは半世紀も追求していたのだから、イギリスがその10分の1未満の日本の権益に抗衛するのは本来はありえない。逆に言うなら成長権益をがっちり固めるための番犬として日本に傀儡政権を置きたかった。そして薩長政府は日清、日露で忠実な番犬として活躍した。しかも莫大な戦費はユダヤ大罰の仲介だから二度おいしい。これが明治政府の実像でありそもそも日本人のための政権ではない。明治維新は戦国時代と同じで、日本人には人気が高い時代だ。多くのドキュメンタリーや創作で嫌というほど、本当にもう飽き飽きというくらい、繰り返し繰り返し目にしてる。例えば大河ドラマの直虎、単に秀吉信長家康ではもう無理で、真田や伊達でももうダメ。でも浮気役も脇役の直虎が主人公。そして史実の直虎を歴史秘話ヒストリアとか、他のドキュメンタリー番組でいろんな説が紹介される。戦国時代も明治維新も一体どれだけやっただろう。もういい加減別の時代にしろよって感じ。で、日本の文化を全く知らない本国の上層部が、今の政権につながる明治政府の始まりを毀損しろと命令する。まあそんなところでしょ。アホらし。犯罪とは法律に犯す罪だから、現在なら犯罪になるという意味だね。何でも現在を基準に歴史を考えてはいけないよ。そんなことないよ。開国によって外国と交易する利権を手にする連中は、事業を起こして成り上がって既得権を手に入れた。君の言うことも一理あるけど、もっと根本から考えてみないか？薩長はどうして中央に喧嘩を売るために、外国とまで手を結び、日本の弱点が天皇だと教え、自ら天皇に詰め寄って動乱の許しを得たのか？貧乏武士のまま地方で下っていくのがどうして嫌だったんだ？別の人間が新しい既得権を授かるためのルートを、薩長が作ったにすぎない。だから大罰も誕生している。会津が朝敵なのも事実です。マッカーサーの存在は大きいな。徳川幕府に正当性なんて全くないし、誰に打倒されようが文句は言えないし、実際言ってないよな。もう長州ないよ。維新からいきなり大東亜。すごいね、それ。今の政権が明治政府と思い込むお前がアホらしいんだが W、不正位大将軍。実際に日本が踏んだから土日にこんなとこに犠牲者が大量にいるんだよ。関ヶ原の時、家康は加藤清正と石田三成の対立にうまく溶け込み、加藤側に立ち対立を煽り、豊臣譜代を分裂させることに成功し天下を取った。幕末徳川の彦根と水戸の対立は、関ヶ原の豊臣譜代の対立と非常に類似している。水戸側に立った薩摩は、水戸を味方してるふりをしているが、本音は関ヶ原の家康のような、徳川分裂目的が本音があったと、自分の勝手な迷走ではあるな思ってる。安政の大獄から桜田門内の変で、水戸と彦根と幕府は大きな被害を受けたな。薩摩ってあまり被害かぶっていない。西郷が自炊したが生きてるし、これって本当に自殺したのか？ちょっと疑ってる。よう、西家支配人。W、東北派朝敵の本家だろうに、当てるため W、坂上田村麻呂の征伐 W、それに西洋国に急接近しようと立ち上げた明治政府のおかげで、日本は西洋の仲間入りをしたくて、西洋が攻める国に派兵を出してしまう。薩長はそこまで日本を突っ込んでいく政府の土台を作った当事者だ。理想論が行き過ぎると、見えなくなるぞ。江戸末期なんかは武士の既得権はすでに破綻していたのですよ。まるで夕張市の公務員のように。
歴史は必然だと思ってる人にありがちなことだよ。捏造なのはお前の方だろ W。アメリカでも南部の英雄の銅像倒したりして、歴史問題で分断工作されてるけど、それの日本版にしか思わないな。今さら過去のことをひっくり返しても意味がないし、そんなことで国内が対立したらどっかの外国勢力の思うツボなのに本当にわかりやすい。明治から昭和まで超簡単な説明すぎしょう。なんか夜になってレスのレベルが落ちたな。遺跡を撃つのが仕事なのに不平等条約を結ぶとかそりゃ天皇もおこですわ。田伏はデマだよ。物証で簡単に否定できる。マレーシアとかどうなる？日本がイギリスの思う通りの身に動いたわけじゃないのは無視。捏造なのはお前だよ。お前のソースは資料じゃなくて、星領一あたりだろ W。廃仏毀釈だけは絶対許さんからな。寺院とか名所旧跡によく行くな。仏像が切られまくっとる。仏鉢で滅びろや薩長の糞どもが、これから地域ごとに力を持つ政党や政治勢力が、あっちこっちで台頭してくると思うけどね。そして彼らが分裂融合を繰り返して、やがて自民幕府を倒すと。大阪維新や小池新党はその走り。なりすまし会津人とバレて反論しないで晒して発狂症。音読しろよ会津プロパガンダ洗脳者。維新の志士たちの共通の思いは、このままでは日本は秦国のように列強にいいように食い物にされるという恐怖感だろ。だから国を強くすることだけを第一に考えていた。で、自分たちの主君であった大名や、自分たちの仲間である武士の権益を奪っても、中央集権、国家を強くしようとしていたわけ。自分が儲けるためが原動力だというのは、列強に脅かされていた当時の人の心境とはほど遠い、平和な現代人の発想だよ。想像してみ？明日にでも外国と戦争になって、植民地となって奴隷になるかもしれないという恐怖。明治の志士たちは純粋な愛国者だよ。自民党は幕府じゃなくて極左だろ。例えばどこよ？そういう反薩長士官を好むのは朝鮮士官に汚染されている連中だ。今時、会津人でそこまで陰謀論に苦にしている人は見たことがない。その種の陰謀論は出所が別である。その仕掛け人の一人が北朝鮮出自の牧高東で、その協力者が鬼塚秀明だ。彼らの仕掛けた反薩長士官の中でも代表的なものが田伏陰謀論だと言えよう。薩長は家族や士族という特権階級を作って、徳川時代の利権や階層をそっくり温存してる。薩長がやったことは、復古であって、要するに幕府を消して、天皇の下に各藩をぶら下げただけ。しかし幕府時代から続いてる深刻な財政難はそれでは解決しないから、結局、いやいやながら士族の切り捨てや廃藩に追い込まれた。ちなみに廃藩後の近代日本の構築を行ったのは大隈重信と旧幕臣たち。岩倉や木戸、大久保など薩長のトップは岩倉使節団と称して海外に遁走し、廃藩後の大混乱をやり過ごしてる。ほんと卑怯な連中だよね。とコピペのアベノセイダース軍団が減ったんだよ。転落し続けるわけではないし、当のアメリカだって3割が英語を話せないって言われてる。自民党は中道左派。まだやってたのかよ W。東北人はいつまで粘着してるんだ。こんの文化は捨てた方がいいぞ。マジ反乱にするほどではないから大丈夫だよ。その言葉は薩長に。全国旅してるけど？テロリストは所詮テロリスト。聖徳太子否定。豊臣秀吉のイメージ悪化。今度は明治維新の否定。韓国の仕業だ。このスレを見てわかったよ。会津 VS 長州。戊辰戦争はまだ終わってないんだな。藩を潰したのに藩をぶら下げた？ W。話の内容が個人的な意見だよな。お前の発言裏付けする文献くらい貼れよ W。会津人なりすまし止めてください迷惑だから。じゃ徳川も豊臣にクーデターを起こした。政府になるよね。徳川家は天皇から任命された征夷大将軍ですよ。反日プロパガンダ。会津プロパガンダだからな。そういや原田よりは広告代理店出身だな。広告代理店は朝鮮系だっけ？お前はマジで頭がおかしいだろ？言っておくな。会津のバカ御用主義者も論外。クズなバカ幕府と神獣とか W。長州と薩摩に遠からず近からずだからこそ。あいつらを闇に葬らないとな W。クーデター前にか？ W。彦島の咀嚼を防いだ高杉晋作の愛嬌心よ。東北人の陰湿さはどうにかならんのかね。豊臣家が存続して大阪が首都だったなら、もっとラテン系な国になったと思わない？中道左派だったのは昔の自民党で今は日本国民から見れば極左だろ。よう、午後に5時間だけ寝て、あとはすべて西 H の西 H 廃人。はあそうですか W。幕府が自ら公部合体ね W。身分制度もなくして近代化ね。ふん、綺麗な標準語と関西弁もできる東北人などいないよしょう。国土を売却しようとした会津とは違うよね。家族、士族なんて階級はあっても、江戸時代の権益に比べたら、ないに等しいものだぞ。だから各地で不平士族による反乱が頻発したわけ。その不平士族の反乱を収めるために、西郷隆盛はわざと西南戦争に不平士族の神輿に担がれたって言われているな。つまり西郷隆盛でさえ、政府によって撃たれた、全国の不平士族たちは、諦めて、もう権益を取り戻そうとしなくなるという算段。西郷は自分の命を国家のために捧げたと言われている。公部合体って長州の長いの案だよね。いや、結局は単なる政権争いだったのだと思う。青山さんもその愛国教育ぶりを絶賛してた塚本幼稚園での籠池氏。だな、幕府の身分制度分かってんかねってな。逆固体に俺たちの既得権益の保護のために死ね、と命令した松平や伊達の殿様は、明治維新を公爵だ伯爵だといい、新政府側の鍋島、松方らと軽井沢でセレブにゴルフ三昧、幕臣であった福沢諭吉や渋沢栄一らも大金持ちに、なんか東北土人底辺がかわいそうになってきますね。自分ところの殿様子孫に恨みがあるなら理解できるのに、
なぜか無関係の長州に八つ当たりしてしまう悲しさ。脳に先天的な異常があるとしか思えない。いやあ、あれは幕府だよ。しかもアメリカの倉庫になってるから、なおさら立ちが悪い。確かに今までは彼らは必要なことをやってきたと思う。致し方ないという意味で。だがもう彼らの歴史的使命は終わった。いつまでも終わったものを残しておけば、国自体が腐っていく。偽職を用いて政権奪取した略属の内装は無効ですよ。御所に大砲を向ける反乱軍と一緒にしないでください。嘘つき。会津は震災復興話ばかりしてるのに、安倍が長州人で朝鮮人、なんてどうでもよい粘着レスしないしょ。後から何と言おうと実際富国強兵を実施したり日本を近代化に持ってったのはさ、長だろ。それを否定して悪の印象操作やりたいのが、秀吉の否定、大東亜の否定、今は維新の否定、日本人は歴史に興味を示さないから、洗脳しやすいんだよ。やってるのは反日プロパガンダと会津プロパガンダだよ。反、左長史官を代表する人物が福沢諭吉で、彼は朝鮮人を牛馬豚犬と呼び嫌いしてた。左長史官は、日本が朝鮮の近代化のために金を出したり、朝鮮を守るためロシアと戦うことを美化する歴史観で、どう考えても朝鮮人の発想が根底にある。形成催眠、これができなきゃ今後も広まりこそすれ縮むことはない。試される朝鮮右翼、って時代に入っただけ、前彦根民、高見の見物、クーデター政府である明治政府イコール自由民主党、高級車乗り回しの生臭坊主かな。小、今や唯一海外で中間メーカーに対抗し続け盛り返してきたソニーも、創業者の祖父は会津藩士、昔も今も会津は朝鮮人どもと戦い続けている。幕府が後部合体で進めようとしたのは事実じゃね？違うの？ナフエルの元にレベルが落ちるすれだな。当時の時代背景無視して美化とか W。ああ、他欲だからロシアの南下に巻き込まれて欲しかったのか W。だから会津は負けたんだよ。自分たちの地域だけを見ているのと、日本という国そのものを見ているものとじゃ、次元が違うよ。自民党に経団連に公明がのさばってて、愛国とか気持ち悪い。日韓併合というのは民族の混合だからこれを実現するために、働いた連中は極左と言うべき。それがなぜか反対の立場という認識が一般になされている。どうも日本人には真実を見抜く力がない。田臥が仮にデタラメだってしたって、野党も与党も政治家は日本国民のためになんてこれぽっちも思ってないんだよね。自民が右翼で民進が左翼。バカじゃねえのって思う。何世紀の話をしてるのかな？幕府は失政続きで、長州征伐と鳥羽伏見で圧倒的有利でありながら完敗した。このダメ幕府を最後まで絶対守り抜けと、200年前の家訓を愚直にも貫き通した会津。バカというか思考停止の丸暗記というか、ここまでやればあったれというか、愛すべきバカ会津と思うが、会津の失敗を反省を踏まえて深く考えれば、恨みの矛先は左長や慶喜ではなく、思考停止政府の徳川幕府という組織に向けるべき。徳川幕府のある個人ではなく、250年続いた古い体質の組織。この古い体質の組織に翻弄されたのが会津の不幸。そういう恐怖論を外国の富裕から得たためだ。徳川は国家として外国と交渉してはいたよ。実際に幕府に徳氏が何度も来訪して話はしている。当時、日本には二人のドンがいると言われていた。そのどちらにも徳氏を派遣してるよ。徳川体制のままの開国と、薩長による動乱開国とどちらにするか、外国人がどちらにつくか査定していた期間でもあるけど、仮に徳川幕府が、財政難の問題から、国としての公益ルールや秩序やシステムを掲げた場合、そこに薩長の名が入ることはないので、薩長が外国団と何度も会って自分たちが江戸を倒幕する利害を提示しただけだ。愛国って言えば、国内の武士や反対派を、一掃していいって言うなら、徳川の圧政と何が違うんだ。この点に関して、薩長が別格なんて美化は認めないよ。やっぱりそうですよね。昼間はなかなか勉強になったな。マッカーサーだから、だと思う。東北の農民の底辺が政治の話？さてどこの東北だろうな。小、テロリズムが深層心理にある。だな。白虎隊という森重久らが主人公の、時代劇を見たな。なかなかよく描いてるよ。会津の失策に次ぐ失策、最後は仲間割れを、よく再現している。釈尊の思想、かっこ、原始仏教の復活を試みるものである。葬式、かっこ、度胸、仏教とか、末法これ極まれり、既存仏教の糞は昔から批判の対象だ。冗談もほどほどにしとけよお前 W。戦後赤な皇居に押しかけた話はする。安倍が長州こと山口が選挙地盤ってだけで、歴史観を歪曲しているだけ。別に薩長が正義でもないし、徳川が正義でもない。両方とも、天皇家、皇族を利用して、自己の権力闘争の道具とした。両方とも、当時、日本に通商を求めていた欧米列強と手を結び、兵器をそれぞれ大量に買い入れて戦争を実行した。その結果、勝った側が薩長だったってだけ。歴史は勝者の都合の良いように作られる。それだけだ。482のレスに対してだぞ。幕府が薩長土などの意見なし自ら後部合体を天皇に提案したか？薩摩のその手の策謀は天運党でもやってる。水戸出身の将軍後見一橋慶喜と天運党。特に武田幸雲斎との関係は決して浅いものではない。一方で、いろいろやらかしすぎて幕府としては到底許容できない存在になってた。慶喜は天運党と江戸幕閣の間で瞬き状態。薩摩がそれは煽った形跡がある。だから、一橋慶喜も江戸老中の手前、天運党に対する北陸での極端すぎる厳罰を感化せざるを得なくなった。恩人、師匠を見捨てた、という心情的反発をしても、慶喜が朝廷から薩摩を罹患させようとしたのも、その時の報復とも言われている。ああ、他欲だからロシアの南下に。
巻き込まれて欲しかったのか W。あのさ、朝鮮がロシアの植民地になり、朝鮮人が民族丸ごとシベリア送りになったとして、それは日本にとって好ましいことなのでは？なぜ日本が朝鮮のためにロシアと戦う必要がある？8世紀から9世紀の話だね。東北底辺土民は頭が悪い。上級国民は、仲良く、みんなでゴルフ。W、加賀の前田公爵夫人、柳沢保昌伯爵夫人、鍋島直康公爵、細川守貞御令嬢、立見直文、遺恨なら昔からあったわけでそれがなんで今更ブームなの？これがブームになる時代の空気って何？に興味があるね。明治維新否定は以前からあった多欲の伝統。それをキャンペーンとしてやり出したのが最近の動向。敗戦の責任も明治維新に直結するバカ言説。最初のスレが一番実りある内容だったよ。久しぶりに2チャンネルが勉強になったわ W。どうしてもアイズバーサス社長に方向性がいっちゃうんだよね W。でもこういうスレが伸びるのは嬉しいっすわ。ほとんどアイズと関係ない観光業界の人だからそれは、仮にじゃなくてデタラメだよ。作者が竹細工職人の部落民だし、出版社は大日出版社だぞ W。調べたらわかるが田伏は山口県で、一番朝鮮人が少ない地域。朝鮮部落民そのもがないんだから、嘘だと思うなら月曜に役場に電話してみろ W。それがしばしかん。大和朝廷に討伐されたエゾナ何言ってんの W。長州はずっと朝廷に対し財政支援など貢献してきたんだよ幕末にちょっと勤労のふりして被害者面してるお前らと破格が違うんだよん。完全に終わってる。終わってるのに蒸し返してるだけ。韓国の慰安婦や、中国の南京大虐殺とか、これで攻撃することにより、外交で有利になるという利点があるな。砂漠が正しかったとなって、これで社会はどう変わるの？全く無駄な考えと無駄な行動と無駄な時間を費やしてるだけ。徳川義信は初代東京都知事の話が持ち上がったな。町奉行の激務を知ってるから嫌だって断ったんだよね。工作と気づかない奴な勉強とか、ですよね。いわゆる黒船跡の主導権争いが幕末だったと考えて史実を追うとかなりわかりやすいんだよな。印象操作だよ。印象ミサを丸くしたいんだよ。日本イコール悪の方程式を作りたいんだよ。反日プロパガンダは。その前にネットの会津人も東北人も標準語ペラペラで東北弁全然使えないのを頭に入れといてしょう。浜栗門の変の認識が会津プロパガンダで草だなお前 W。長州とか坂本龍馬が武器商人と一緒にいる写真とか笑っちゃうよね。明治天皇も長州出身の替え玉なんでしょう。明治維新賞。売国奴が外人に魂売っただけじゃねえか。なるほど。確かにそうかも。マイノリティ利権に利用しようとしてたんだ。思いついたんだろうな。明治を批判すると日本を批判してるみたいに言ってるバカ多いわな。テロリスト支配時代という特殊な時代なのに。なりすまし妖怪賞。いくら自分の本を売りたいからって田伏のデマは嘘すぎだね。日米地位協定イコール治外法権。会津プロパガンダ洗脳者は、東北以外にもいるだろうからな。反日プロパガンダは会津プロパガンダを利用してるだろうし、家臣は見た。NHK を褒めたたえたくなる大河ドラマの傑作だったわ W。見てて何回か泣いちゃったよ。高杉晋作が死ぬ場面とか。無念じゃなくて俺はやったぞっていう感じで死ぬんだよね。吉田ってつぶやいて死ぬっていう。ドラマだから現実とは違うんだけど、獅子にはこうであってほしいとしはさせられる内容だった。違う話すんなや、会津の売国の相手はプロイセンだぞ W。君も伸ばしたでしょ？わからないと思った。翔、徳川の条約締結の売国は無視かいな。どんだけ幕府が結んだ条約を改定するのに新政府が数十年にかけて苦労したと思ってんだよ。今までがさ、超美化しすぎだったんだよ。しばし勘とか W。で、アホよはどっちにつくの？ W。自己矛盾だらけの利口ぶってるだけのアホよ。中国じゃないんだから。誰も政府に服従なんてしてないのに、その政権の始まりを既存しても全く無駄となぜ気遣いない。日本人の明治維新に対する評価って、時代の波に飲まれないために右も左もわからず、よくあれだけ頑張って近代国家の基礎を作ったなって感じ。どちらが正しいとか誰が悪いではない。そんなさまつな評価ではなく、多くの問題と間違いを起こしたくさんの人間が死に、大切なものを多く失った。それでも時代を前へ進めなければならなかった。それはまさに東洋の大国中国が、わずかなイギリス軍に簡単に負けてしまった。あのアヘン戦争が教訓にもなってるんだよ。だから誰も薩長が正しいとかそんな見方してない。たとえどんなにめちゃくちゃでもなんとかして独立を保とうとしたんだよ。だから日本人はあの時代を知れば知るほど、よくやったって評価するんだよ。まあ中国風に言えば、愛国無罪、金、リアルタイム世代じゃないから YouTube で見た。なかなか面白いよね。でも長州が主役だと、面白くても視聴率は稼げないんだよな。日本人は負け組審判だから。日本中の寺、文化財、城郭を破壊、かっこ、廃仏毀釈、廃条例、江戸期の市民文化を全否定、カラフ島二足三門でロシアに売り渡す。明治維新とかダサすぎる。どんな思惑があるにせよ、ロシア外交は失敗。敵対勢力に紛れ込んで、敵対心を煽るなんてユダヤの得意分野だよな。プロパガンダも大好き。茶番だよ、茶番。明治維新も大東亜戦争も全部茶番だよ。そしてそれを利用した会津観光業界賞。別に会津も薩長も否定するつもりはないよ。みな、それぞれ守りたいものがいて戦った結果だからね。みな日本人だ。現在の政府が別の何かに入れ替わったとしても、金あり権に群がって甘い汁を吸う粉中な政治をやる限り堂々巡りだと思うわ。かつては、常任理事国。お前が冗談言うな原始仏教なんて今の日本では不可能だ。ひょっとしてこういうのアップしたら怒るのがいるのかね？今ちょうど通りかかったからさ。当時を非難するつもりはないな。
資料を用いて叩くべきだと思う。半日も会津のネットが普及するまで、嘘を垂れ流し続けたからな。江戸っ子大虐殺とかの悪行が明るみになったからな。俺もだいぶ貢献してるけど W2 の途中ぐらいから仕事で見てなかったから、帰ってきて10まで伸びてたからびっくりしてる次第。433、孔明天皇暗殺は長州忍者の伊藤俊介によるトイレでの刺殺。トイレの番人が行方知れず手引きの、女官も口封の暗殺。ちょっと違うな、その争いの背後にはイギリスとフランスがいるのですよ。愛国心からとはまた違うんじゃないかな。結局は黒船騒動が当時の日本に危機感と新たな価値観をもたらしたんだよ。お前は金持ちイコールゴルフなんだなしょう。そもそもが幕府がうまく舵取りすれば何も問題は起きなかったな。何せ生来の保守主義者しか醸成してこなかったから、うまく舵取りできるはずもなく W。なぜ何度も論破されたコピーを貼りまくるのやら反社長士官者は陰謀論に凝り固まったオサムシツばかりなり W。でも歴史の面白みは、もし、にもあるしさ、大事なことは、明治以降の近代化は日本人が本当に望んだことなのかということ。この150年、戦略性を持って歩んできたのかということ。単なる西洋の表面コピーではなかったのかということ。明治より前、幕末からもう江戸城の古写真見たら、もう白壁ボロボロ瓦落ちたり穴空いてるし、はっきり幕府はもうおしまいってことがわかるよ。反日プロパガンダと会津プロパガンダは否定しなきゃダメだろ工作なんだから。やっぱお前勉強になってねえよ。アンチ長州は嘘や資料に基づかない個人的な意見で書き込みをしてる。対してアンチ反日、アンチ会津は、プロパガンダを指摘してる。これをお前理解できてねえ。官軍だった鹿児島と山口、高知の人間が明治後の戦争を拡大させてきて、安倍側軍団が話をそらして変なコピペで伸ばしちゃったのよ。幕府が幕末にどんだけ失態を繰り返してると思ってんだよな。武家政権なのに家持ちが京都に行くのにも行けなくて会津にお願いしちゃうとか末期だろ徳川幕府よ。家康見たら激怒内容だわな。それにしても小説としての出来は良いからな。ただ主人公が妙に合理主義で現代人っぽい。そんなわけねえだろと。ただの逆張りをブームとか言っちゃうやつ。だからこそ、関ヶ原での家康の勝利が日本史にとって汚点になるんだな。豊臣側が勝利していたら、鎖国もすることなく、欧州の技術も緩慢に導入でき、列強から舐められなかったかもしれんしな。国体とか政権と日本は違うからな。1位21410 ID 中。なんだから。W、あとは、プロパガンダ、とか書き続けてるやつな。こいつが本当の1位だな。ID がコロコロ変わってるからわかりづらいけど、こいつは1日中、書いている。こいつが本当の1位。近所に老舗のうなぎ屋があって、土用の牛の日には大量の、うなぎの尻尾をもらって食べてた。社会人になるまでうなぎは、それしか食べてない。そしてそれが一番美味しい。今でも思う。うなぎは尻尾に限る。小説、うなぎの尻尾、より抜粋、廃物希釈がなかったら二重の極みはなかった。星一も仙台人だし徳川だの松平だのもはや年一回会津の祭りに来るレベル賞。大体会津藩子孫はと南をはじめ全国に散らばってる賞。社長、というより、徳和人、だな。バカなの？望もうが望むまいが、近代化した西洋が来てるんだから、嫌でもしなきゃなんねえだろうが、なんでお前らって毎回時代背景無視なの？近代化しない国はどうなったよ？あの時代アジアで列強と肩を並べれたのは、日本だけだぞ。それはお前ら反日プロパガンダだろうが W、田伏は長州だけでなく薩摩にもある。マジで徳川武家政権末期は旗本退屈男だらけで使い物にならんただめし侍が庶民に優れそうにしてんだから W、普通に維持してたら長州なんて取り壊してるわ。多分、庶民の生活が、ってことだろ。天領、時代、地域でまるで違うだろうけど、吉宗の浄水廃止に詳しい人いますか？東北土人は何が不満なんだ？文句を言うならば、自分のところの殿様の子孫に言え、会津プロパガンダって何ぞ W、会津はプロイセンに勝手に北海道を渡そうとしたのは、クソ野郎どもだなとは思うよ。そういう保身しか考えないクソ野郎どもに利用されてしまった。白虎隊の純情さまで俺は否定したくない。靖国神社とはもともと田伏の守護神社のことだ。それはほんとそうだよな。人命軽視の変なイズム派明治以降の軍に受け継がれた。中高年、オツ W、まあ、俺もだが、風徳元にじと、家臣は映像が降るには残ってないんよね。残念、それは違うと思うな。海外から見ると従来の伝統と価値観を残しつつ近代化を果たした日本というところに珍しさがあるみたいだ。だって、キリスト教文化圏ではないだろ？結局は文明開化の音に対する好奇心が近代化を進めたのではないだろうか。大阪城落城の最虐殺豪官奴隷狩りを大規模に行った反日徳川一味は相当されて当然。そんなこと気にしてんのか W。本当、印象操作しかできないんだな。さすが反日プロパガンダだよ。神仏分離で過去の日本とは別物になったよ。明治政府は日本人から先祖代々の宗教を奪ったんだ。嘘つけよ俺来たの昨日の夜だぞ W 会津長州なりすましひでえ。マイドン型な暇じゃないな。一度一トンの、おないコピペばっかりはオランジ。マイケンな、チゴネタの派、ミヤハンカ。信長が明智に殺されなかったら、本当にマシな日本になってただろう。信長こそ新種の気象を持ち合わせていたからな。驚いた。でも、書き続けて何か変わると思ってんのかな？総選挙は自民党の勝ちで安倍政権があと4年続くと思う。権力が強く毒殺を否定するからね。病気の可能性を信じにくい面もある。会津プロパガンダは徳川の蛮行は知らん顔だからね。会津の蛮行もネット普及するまで知らん顔だった。その代わりプロパガンダで薩長の悪事をでっち上げ W。資料提示はできない。あるのは星良一とか。
早乙女光とか原田伊織とかの本しかないからな。W 将軍家から嫁が来た大名家が建てたのが赤い門。現存してるのが元かな前田家の赤門、現東大の門、島津だけなんてことはない。明治政府を皇帝否定に関わらず、薩長政権は幾何人政権だったと認めた方ないいよ。太平洋戦争時の行き当たりばったりの気違い白兵突撃とか、まさに薩摩の次元流そのものじゃん。日本人も奮い立たせる最高傑作なのに、権力が強いと毒殺を否定する？信じがたいんじゃなくて毒殺であって欲しい願望だろうが。 W 普通はそう思えるけど、ちょっと気がかりなことがあるよね。会津が辺野古みたいになりつつあるのかな。薩長が主体性戦略を持って近代化を推し進めたわけではないということですね。孫正義のタイムマシン経営と同じです。新機軸の移植をしてるだけ。和魂要塞という言葉があるな。ハードを最新のものにして古いプログラム言語を使うようなものですよ。そんなものうまくいくはずがない。だから戦争に負ける。新しい視点だな。神仏集合は神の世界と仏の世界の合意があってこそだ。人間心で推し量れるものではない。神霊界の存在を疑ってる人間には理解できない。当時の軍は白虎隊では？ W 戦争中は白虎隊が精神で、敗戦後は白虎隊を被害者に。これが合図ですけど。 W 近代化とはそもそも誰のための近代化かという見方が安置薩長の根底にあると思う。日本の独立を維持し列強に分割されないために薩長が愛国で立ち上がったのか、あるいは薩長イギリスで日本を支配する自己権益の内戦であったのかという問題になる。そこで政権奪取後の明治政府を見るに、利益の大きい台湾琉球処分はまだ理解可能としても、莫大な軍事費などを積み込みながら朝鮮進出、日清、日露と財政破綻の危険すらあるのに大陸権益に突っ込む様は、すでに正気を超えており、しかも欧米から莫大な借款。はっきり言えば戦争の犬として欧米、ことにイギリスに利用される傀儡国家ではなかったのか。これがアンチ薩長ブームになる背景ではないかな。福沢諭吉はクズですよ。文明開化は自虐史観の始まりだし、どこだってやっていることだろ。 W 大友なんか奴隷を南蛮商人に売っていたくらいだ。秀吉も同じだろ。前編は保存されておらず、すべ周辺しか残ってなく、それを見た家臣は小説を自分がガキの時期読んでおり、小説の大村益次郎をベースに、松陰と高杉の世に住む日々と、河合圭志助の峠と、11人目の獅子だったかを混ぜた単が最高の傑作と、7年単がを見てきた人たちの意見では言われてるね。松陰、高杉、大村、彼らが時代の役割を果たすと惜しげもなく去っていき、時代が作り上げ明治維新を導いた。この流れはぐっと来るものがあった。役割を終えたのに去らなかった。去れなかったというべきか。その存在が才能なんかなと後に思った。よくできたドラマ。前編に単が見れない。このもどかしさも、単がドラマ歌詞も見れなかった世代の憂鬱。草たくさん生やしてバカ丸出しだな。西H ばかりやってないで仕事しろよ。都合のいい解釈。さすがです W。繰り返しの言葉なんて、アボーンに決まってるだろ。最初のスレから、スプロパガ、なんてアボーンだわ。だから、どのスレでも50個以上、アボーンになってる。同じことしか言えない、バカは、アボーン。西H の常識。W、彼は新しいテーマを提供してるんだよ。薩長の幾何人が朝鮮半島植民地化に日清戦争ですか W。だから明治から昭和が早いってしょう。同じ人間の赤ん坊と老人時代を併記するなしょう。それはそう思う。島津隼人なく探するよね。インパールとか。土日は休みですな W。どっから仕事が出てきたんだよ W。バカ丸出しなのは思いついたまま。書き込みしてるお前らだろ W。なんやかやで人よを蹴殺してきたからやろ。田伏の朝鮮は。次は反対は士官で。俺の地元は古代において毛の国という出雲国と並ぶ大国だった。それが今じゃ南東北と馬鹿にされる。これは大和の陰謀に違いない。勝手な思い込み W。俺が指摘してるのはこれです皆さん。資料を用いず思い込みで書き込みをするんです。ここ覚えときましょう。流してたけど、転覆ってすごい言葉だよね。その後のことは考えない若者の勢いを感じさせる。お前は会津藩と南藩を同列に語るのかね。福島と青森の距離を地図で確かめろ。明治以降の近代化は日本人が本当に望んだことなのかということ。大正の頃になると、明治時代を支配していた実利主義や進歩主義、西洋的な知識の偏重に疑問を感じて、日本人の道徳性を取り戻そうという人々が出てくる。彼らは武士道が失われたということを嘆いた。そして取り戻すべき日本人の本来の道徳性とは、己を犠牲にするという美しい道徳を持ち、忠孝特に正しの精神に生きるということだった。この考え方はすぐには大きな流れになることはなかったが、後に昭和になって軍国主義で、オロギーへと発展する。部落と在日のでっち上げに乗っかるお前は、絶対に反日プロパガンダの他欲 W。しかも薩長だけで語ってるけど土佐は委員会な W。他にもあるだろ薩長土と国下藩がたくさん。お前じゃん。仏教の優位性を強調するつもりはないが、悟りへの方法論としては、仏教の体系的な教えが優れているのは言うまでもないこと。そうじゃない。プロパガンダによる印象操作だから、まあ勝手な思い込みと言われればそうだな。俺の勝手なクソジイメージだな。安倍イコール薩長。これがコピペアレスで一番多く語られてる単発含めたらね。しかし、150年経ってやはり急激な欧化政策は日本の強みを破壊したと思う。リサイクルやサステナビリティなんかは江戸時代の生活様式そのもの。早く薩長、かっこ、自民党、経団連、連合を討伐して、テレビをやめて金魚と朝顔をめでる生活に戻るべきだ。南部、仙台、会津、
米沢、庄内、長岡以外は、皆社長だからな。まだあるの？お前が勝手に思ってるだけじゃん W。逆個体のことは当時の会津軍も、面倒くさいクリアに集団だって思ってたよ。使い魔の会津人、大体は元百姓町人ですがな。安倍叩も含まれてるからな W。韓国からすりゃ文禄慶長の役に参加せず旧敵秀吉の豊臣家を滅ぼした徳川家康は英雄だよ。山岡宗八の徳川家康はあっちでベストセラー。徳川幕藩体制を擁護し藩社長士官を広めて朝鮮にとっては恥辱の日本近代史を貶めるのは至極当然そいつらの総区という自覚もなくここでうだうだ。恨み事を書き連ねるアホは死ね。そういうこと。知らなかった。お前が好きに金魚と朝顔をめでたらいいじゃん。金魚も朝顔も禁止されてねえぞ。徳川が続いても武家に無礼打ちされるし。大日本帝国では上官にビンタされるし。ジャップな人権意識を持つには。結局一度アメリカ様に占領してもらうしかなかった。イヤ感中の本ばかり出してる宝島や星寄りのサピオまでが反社長本を発売。特集しててびっくりしたわ。あの手の雑誌は趣味なんか関係なくて売れればいいんだな。いや実は俺も見れなかった世代だよ W。ダイジェスト版を見ただけだけど最高だった。一番泣けたわ。俺もこの時代に生まれて、吉田松陰先生の側にいたかったな。あの人とだったら一緒に死んでもいいわ。実際できるかわからんけどかっこ笑い、今の日本にそう思える人はいない。昔からそう。会津に縁も薄い奴が観光客目当てで全国に長州の悪口をばらまく。市長レベルで観光客の金に取りつかれ今更母親の恨みを捨てられない章。スプロパガ、これすげえよ。24時間泣き続けてる。各スレ50以上あるからかける10スレイコール500レス以上あるね。339はガセの塊だよ。タブセって広いよ。住民のほとんどは平民だった。武家もあった。部落なんてどこの町や村でもほんの一部さ。まるでタブセが全部部落であるようなことを言ってたら笑われるよ。三流というなら合図プロパガンダ本は全て三流だわな W。あと、山口県民、鹿児島県民に対する殺害予告が168件。全部通報済み。お前ら手幕末をただったんか W。大政奉還を龍馬が行くストーリーで暗記してると誤解してしまうのだな。大政奉還とは徳川の会社構成法だと自分は認識している。中国共産党のような不代と幕臣で固めた一党独裁体制であった徳川幕府。長州征伐で負け諸藩のほとんどが命令聞いてくれず、破産寸前であった幕府。大きな徳川から、現実の小さな徳川にはなるな。野党である戸様も国会に入れ、自民党のような安定多数で運営する。そんな改革を志したのが大政奉還であったと。しかし小さくなる幕府を受け入れない会津桑名や、リストラされる幕臣などが暴発し、鳥羽伏見の戦いになってしまった。いやいやいや、幕府というか徳川内でも割れてるから。松平春獄とか尾張藩とかどうなのよ？勝海舟も幕府寄りと言えるか？結局は政局争いなんですよ。そう考える方がわかりやすい。だから何が？大量コピペしないし話もそらしてないけど。なりすまし W、木、色ね。ほい、家臣、最終回のラストシーン。もう、泣きそうや、ちゃんと調べたからわかってるよ。田伏は山口県でも朝鮮人が少ないし、朝鮮人部落もない。鬼塚の YouTube 見たけど大内藩だの。大内が朝鮮だの。その家臣が逃げてきただの。デタラメばっか発信してる。鬼塚のプロフィールも読んだな。竹細工職人の部落民だし、自費出版の2冊以外すべて在日の出版社から、本を出してるよな。こんな工作に乗っかるとかバカすぎるだろ。って思うな。世の中バカが多いんだよな。うん、でも1位なの。午後に5時間だけ寝て。あとは西 h に全力の西 h 廃人なの。1位おめでとう。W、賭博性の高い対外進出、侵略戦争を連発するのは確かに不自然。社長、かっこ、自民党は日本人に支持されてる政策より、外国に媚びを売るような政策を重視してきたと言える。権力の保持をまるで外国に依存してきたのではないかとさえ思われる。北朝鮮のように国内の支持ではなくアメリカの権力承認こそが重要なのかもしれない。それは言えてる。光秀は日本史上、最悪の国賊。信長なら16世紀末に日本を統一して開国路線で外国の進んだ軍事技術を絶え間なく取り入れつつ、秀吉や家康みたいな地方大名に甘い文献体制は取らずに中央集権の絶対王政みたいな体制を取ってただろうから17世紀に早くも鎖国体制の東アジアの中にポツンと一つ、欧州の強国と渡り合う日本が誕生してたことになる。そうなると、おそらくオーストラリア、ニュージーランド、東南アジアは織田日本の植民地になっていたでしょう。お前、アンカー先と噛み合ってないぞ W。一番出てきたキーワードじゃね、安倍、朝鮮。安倍が無視して突っ込みだけ叩きたい歴史家なりすましぶさよしょう。自民党は社長とか W。お前医者行けよ W。あからさまに朝鮮持ち上げるとか。左翼なのバレバレじゃねえか。わざわざありがとうございます W。最高にかっこいい感たちでしたね。俺はこの人たちのことを知ったのも、嫌いだった日本が好きになった理由の一つですから。まさに花を咲かせてこの世を去った家臣たちでしたね。暴発は薩摩が江戸で陽動作戦やって、それに乗せられたからだけどな。なんか、いろいろ煮詰まってきた感じだから、なんか予想外が起きるかなって。俺の南部なんて社長に戦で負けて、秋田青森岩手三県に分断された。された上にずーっと三県とも貧しいままで放置。そら岩倉が天皇を殺したとか信じるのだよな W。しかし自民党が大日本帝国の流れを組んでるのは事実だぞ。まさに CX の27時間では、徳川派を装いつつ、今の日本は悪いというスタンスで進めていきそうだよな。機内地方以外の庶民から見れば目立たない存在だった天皇を、担ぎ上げ国家神道を作り、
軍隊で部落差別や人種差別があるとまとまらないので、教育で単一民族国家であると教育し言い出した。日本は多民族国家です。有色人種が白色人種に蹂躙され植民地化された時代、有色人種の中で、なぜ日本だけが独立し白色人種に対抗できたのか？いろいろ意見が分かれるだろうが、自分は当時の日本人が持った、強烈なるエネルギーだとこのドラマで思った。この猪木の言う言葉を馬鹿にする人は現在の日本人は多々いるだろう。自分は猪木は芯をついた言葉を語ってると思ってる。こういう意識を持った理由の一つに、この短歌歌詞も見た影響かな？と思う次第、安倍総理は一橋慶喜役でよろしいか？この二枚舌こそ、アボオンで、長文コピペは反社長もあったし話をアンチ安倍やユダヤや朝鮮や朝廷まで広げたのに全く触れてない。都合の悪い ID だけ晒す単発 ID 賞。信長は皇室を廃そうとしてたのかな？結局答えないのか W。いろいろ、予想外左や W。な、こいつら思いつきで書き込みするだろ W。これが特徴なんだよ。田伏に部落があったのかどうかさえ聞いたことがなかったので情報ありがとう。工作員が合図を語ってるんだ。でも工作員も書き込みは続けてほしい。社長がアホなのは信長の時代にあるべきことを250年遅れでやろうとして失敗したこと。そりゃ250年経ったら欧州に先を越されてどうにもならないんだから小日本主義で行くしかないのに250年遅れで大日本主義を取って案の定やらかして滅びたわけだよ。南東北は別に馬鹿にされてないよしょう。まあ、わからんて。今となっては妄想でしかないからな。日本人は単一民族だと思う人は前提が間違ってる。想定外の進軍スピードで勝利。このスレ読んで長州 VS 合図とか言ってる。お前が妄想云々ほざくなよ W。寝とうよ、必死。W。まあ、来年が明治維新150年で明治の非制定議連、かっこ、左や日本海に系。W があるらしいし、明治体制は寝とうよの根幹だもんな。そりゃ、自身が否定されるのは困るわな。W。昔の話すぎるよね、みんな剣でもないしさ。誰もしてない話をするお前が一番間違ってるというか気違い。宗教に特化した存在にしようとしたと言われてるね。近世、天皇に対する感覚って日本人独特なのかな？確かにな。でも合図プロパガンダ、反日プロパガンダは、確実に浸透してるからな。資料を用いない嘘がここまで浸透してるのは、やばいことだよ。昔がどうのってより、合図プロパガンダ、反日プロパガンダを潰さないとね。その前から藩主すり替えとか、プライドだけで高直し&重税とか、先代相手に偽金作りとか、こんな藩嫌だ、の百姓大量に先代逃亡とか、江戸時代全国最大の百姓一揆とか、海外万博になぜか草餅出品とか、それもこれもつなるが悪い、とテロ行為とか、そのテロが仲間割れで失敗とか、いろいろあるじゃん。視察に来た吉田松陰曰く、ダメだこの藩。暴力が独占資本と反発政治かな。日本人の道徳心と美徳を悪用して搾取したということですね。戦時中は、無責任は軍上層部が関東精神に溢れた兵卒をゴミ扱いしたようなものですね。現代の労使関係にも相通じるものがあるかもしれない。多分、統治権、金魚と朝顔の話は細川元総理の受け売り。とりあえず自称福島人民や。ちなみに俺は横浜だが先祖は福島とアメリカな。中通り。社長は女子供を犯し、殺し、野ざらしにしたけどね。かなり特殊な人だよこれは。小、中央集権で日本の国力は、もう上がらない。ということにしたい朝日毎日。風徳元虹は、NHK の倉庫に残ってたのが発見され奇跡的に残ってた。なので DVD で発売されている。1975、元禄太平記。大石蔵之介役の江守徹がビデオ持ってると番組で発言。しかしその後どうなったわからぬ。DVD では発売されておらず。1976、風徳元虹と、奇跡的に保存されていた。1977、家臣、一部の話が発見されたが。1978、黄金の日日、全編保存されており DVD 発売中。1979、草燃える、NHK の呼びかけで全編集まったらしいが、保存状態が悪いので DVD は発売されず、NHK アーカイブだったか？で見れるらしい。1980、獅子の時代、この年からビデオの企画が変わり、ビデオが安価になり保存され発売中。春の波頭や武蔵とか、いろいろ問題があり DVD 発売されていないのもあるが、徳川幕府が普代大名や旗本から地領地を取り上げて、わずかな恩給を支給するとかしようとしていたって？どこの平行世界の話なんだろうかな？ W、そういう仮想空想でしか議論できないのかよ。こっちは実際に起きた歴史の話をしているというのに、まるで空想好きな中学生と話しているみたいだな W。最後が合図プロパガンダで草を得るな W。万光三昧は社長じゃなくて合図なのに、お前が政治の話をするくらいだから、東北の底辺の農民も政治の話くらいするだろう。反社長、ハパターンがバラバラだけど、スプロパが、ハ本当にワンパターンだからな。即、アボオン行き。W、サピオも安倍を見限ったということ。星の天候、この道ではない。要は西郷の金玉はでかい。伸びきってるから伸びしろが少ないのは仕方ないぞ。どうでもいいが、俺は全てを生産してアメリカ移民だからね。さすがに母のこともあるし、おじの記憶が確かなうちに再開して全てまとめて説明しないといけないし、私も急がないとね。本当に最悪ですよ。この犯罪朝鮮人の国。冗談抜きで俺はアメリカにも今後は貢献して、優秀な原家の関係者にはどんどんアメリカに避難してもらうよう動くからね。最悪ですよ。この国の文化は。平気で恩をあだで返すチンパンジーと土人に乗っ取られたらこうなるんだよ。テロリストの末裔やあれだな。そりゃ商売だし、
日本第一顧問の瀬戸さんも無論で、サピを批判してたよ。言うほど、薩長士官、でもないと思うんだけどな。幕府側の人間も特に嫌われてないし。というか明治維新には悪役ないない。非難ではなくて非難ですね。本当に最悪ですよ。この原始人の国は。冗談なんか一切入ってない。段階的に原家はどんどんアメリカの特定のエリアに移動するように、私は誘導しますから。こんな原始人の国にいても、原家の優秀な人材はめちゃくちゃにされるだけだ。プロパガンダやってる合図テロリストの末裔、反日テロリストの末裔こそ哀れだろ W。長州人なの？否定しないの？誰が明治から合図にいるって言いました？東北農民なりすまし勘弁だよ。なら早く消えろよ。まずはお前が率先して日本から消えろ。全部生産してそこまで言うなら日本語使うなよ。英語で全部書いてくれ。はい、いつもの妄想ですね W。皆が新たな夢に向かって突き進んでいたんだよ。こいつら、貢献に見合った対価も全然出さないしね。まあ俺の血統は何でもできる人が多いから別に大した額がなくても文化的な暮らしはできますけどね。最悪だと思いますね。この国。特に朝鮮自民党と朝鮮経団連、朝鮮官僚は最悪ですね。勝たせてもらっておいて、一銭も出さなかったですね。安倍も麻生太郎も。ただエバリついてるだけのクズな本当に腹が立ちますね。古事記犯罪詐欺師の孫正義にも吐き気がしますね。さすが三つとも千の仲間だね。おやめこう。はよ英語で書けろ。まあ、このスレ読んで、長州バーサス合図とか書いてるバカは、妄想くらいしかできんわな。バラバラじゃないよ。よく ID たどれよ。なりすましとアベガーだろ。アベと明治維新に直接つながりないんだからツッコミ増えるの仕方ないよな。アベガーやお前みたいなわざわざ ID 変えて個人攻撃する方な不自然だと別れ引きこもり、やけに俺に絡むね。思いつきで工作命令出され、現場の工作員は苦労してるず、王様とその取り巻きは右往左往。だからあとはさっさとアメリカに行って全てを告発するって言ってるだろ。鬱陶しいからレスしてくるな。恩をあだで返す朝鮮チンパンジーが。お前らの犯罪行為も全て世界中に告発するからな。冗談抜きで、生産の時期なんだよ。クソ犯罪野郎が。反日プロパガンダによる印象操作だからね。秀吉の次が大東亜戦争。大東亜戦争の次が明治維新。これらは反日プロパガンダからした屈辱的なんだよ。レスつけといて何がやけにだよ W。反日も取っているのは、東大丈夫なのだろうか。合図が、だけじゃ、片付けらない。ってのが苦しいね。そうだ、おかしいと思うよ。薩長が虐殺をやったと否定しながら、無関係な、一般市民に対する殺害予告を行うのは、同じ穴の無地なだよ。そこら辺がずれてるんだって。戊辰戦争の原因は、完全に幕藩体制の既得権益側である審判大名の絵も、日本人はアメコーとか言わないから騙されないように気をつけてくださいね。こいつらは今必死になって日本人になりすましてへばりついているんです。いい根性してるよ。今度こそ日本人、VS、朝鮮人の対立軸になるからね。何が積年の恨みだ。麻生一族も全部暴いてやる。あいつ絶対に朝鮮人だからね。美化しすぎたんだよ。150年も経ってるのに安倍というクソ人間が薩長縁故政治をやってるからな。反薩長論者も出てくるってもん。歴史のたらればほどくだらんものはないが。それにしても面白い W。よく反日って言う人いるけど反日の意味は何ですか？他予賃の本質が身分階級制度にあるから徳川体制と親和性があるのかな。自称福島人の反薩長やばくね。右や。ちなみに俺は横浜だが先祖は福島とアメリカな。中通り、不思議な自己紹介書。明治新政府は、幕臣も多く登用しているってことはつまり、スパイだったのかな？かな？なんで、全頭 DNA 検査しないの？一発で解決するんじゃない？わかった。アメリカ移民さんよ、はよこの意味略してくれや。源氏の本流は自分たちって意識はあったかな？来年が明治維新150年で、大河ドラマで最後をどんどんやるからな。これ、来年1年間はかなり議論がやばくなるね。崩壊中の日本会議が最後の力を振り絞ってくるだろう。この長い1年に、会見の最後のチャンスをかけるんだろう。日本会議は、大河ドラマは1年間、視聴者の反応を見ながら、途中でシナリオを変えていくからな。そりゃ、寝とうよ日本会議もめちゃくちゃ頑張っちゃうよね。W、俺だけじゃなかった。こうしておいた刀より正解だったなど、歴史の振り返りを否定って、滋賀や北朝鮮みたいな話で、原田伊織さんは彦根人だね。滋賀県の中心都市は彦根なのに県庁所在地は薩長の陰謀で大津になった。彦根に新幹線が止まらないのも薩長の陰謀。原田氏が反薩長になるのも無理ないよ。で、ヤンバンはさぞかしご立派なんで？維新に安倍を絡めるからだろ。赤やカルトみたいにさ。しかしなんでそんなに朝鮮と争いを先導したいんだろうな？黒幕を気づかないようにするため？現在も香港中国で巨大コングロマリット率いるマセソン商会。ことに長州とのゆかりが深く長州5の莫大な留学費用を供与し、長州に軍艦を販売したことで知られる。龍馬はマセソン商会長崎支店であるグラバー商会の事実上の使用人である。こんなことは当すれ住人には常識であるが、あえてまた書くのは、そもそもマセソン商会とは大陸での巨大マーケットがメインであり、日本の内戦首謀者の武器援助も成長戦略の一環に過ぎない点を認識してほしいからである。マセソンが要請したこれら明治要人は、後に日清戦争で成長を瓦解させ、またイギリスの宿敵であるロシアも極東で打ち負かし、欧米の大陸権益に多大な貢献をし、しかも欧米金融資本に莫大な戦費の金利を払った。つまりマセソンが日本に来た時すでに日清、
日露を引き起こす戦争国家としての日本をマセソンは構想していたのではないだろうか。冗談抜きで日本人は気をつけるようにね。アメコーとか言ってる日本人はいないからね。そんなの。日本人になりすましてる朝鮮人だけでしょ。アメコーなんて君が悪い言葉を現代で使ってるのは。アメリカ人になりすましてる朝鮮人だけだからね。現代社会で日本人のことをギャップとか言ってるのは。今のアメリカで公の場でギャップなんて言ったら非難され軽蔑されるからね。オーストラリアでも言ってる人は少なくなったね。まさかお前アメリカ移民とか嘘言ってねえよな。 W 英語わからないとかないよな。朝鮮人はよく嘘つくけど大丈夫だよなお前は。香ばしいのは必ず朝鮮側朝鮮側。日本人からまず怪しい。有能な人材は使うんだよ。なんだスパイって。何のスパイだよ。幕府ないのに W 戦後駅前では朝鮮人に土地を奪われたのに密入国者を追放すらしなかった薩長移民党。江戸幕府って冷戦時代の共産国家とよう似てるのよね。共産国家の国民は資本主義国家の情報を封鎖され知らなかったな。アメリカが衛星放送などで資本主義国家の生活を伝え、それで国民が自分の生活との違いを知ることにより、一気に革命が起こり、ベルリンの壁崩壊や東欧国家があったいう間に崩壊した。江戸幕府も長崎からの情報を、幕府だけ知り国民には知らさなかったな。黒船により多くの国民が知ることなって、黒船から10年ちょっとで幕府崩壊。またいらっしゃったね。王様は裸勲章、県民虐殺を呼びかけたり、三条に捧ぎを破壊しろと煽る変な奴だからね。いいから失せろって、朝鮮人。いちいちお前らに説明するのも鬱陶しい。あら、嘘つき朝鮮人でしたねやっぱり W。雑だな。朝鮮朝鮮ってお前ら本当に朝鮮人大好きだよな W。150年前から朝鮮にべったりだもんな W。サチラクソノの2位だな。明治生まれの祖母に、薩長を恨むように育てられたと公言してる。2位だは1944年生まれ。物心ついたのは戦後だわな。戦後から現代まで合図プロパガンダな。浸透してるあたりが反日プロパガンダなんだよな W。嘘だよ。例えば八重の桜は福島県庁が推したの。知事は民主党推薦だからね。維新の黒幕はグラバーだろ。南北戦争で余った鉄砲を売りつけるために。しかもグラバーの手先だった坂本龍馬がなんでこんなに評価されているのかわからんわ。ところでアメリカのビザの方はどこで受け取りました？朝鮮との国交復活させたのは徳川ですけど W。本当に時代背景無視だよな W。だから嫌味もすぐ言い返されんだよお前らは。雑なんだよ。適当すぎるから。まあネタですから。ど定番な。腹減った。というかこのスレ張り付いてみて思うのは10人ぐらいで話ループしてる。ID 変わってるだけだしょう。もっと言うと動いてたのは民主の古田抜き渡辺 W。自分で運動してたと公言してる W。安倍のスローガンは富国強兵とか言ってた明治政府と変わんない。しかし、そのおかげで日露戦争に勝利したんだよ。江戸幕府が共産主義国家？また知恵遅れな適当なことを必死に言ってるね。だから、日本には共産主義なんかなくてももっと洗練された文化があったと、何度説明すればわかるんでしょう。日本の協力的な文化は全文化であり、つまり仏教文化であり、そして神道の文化が礎です。共産主義なんて具体的なメソドロジーが一切記述されてない幼稚な詐欺思想なんかとは全く違います。朝鮮人が必死に共産主義を鼓舞する理由も乗っ取りのためだからね。まあ、もう中国共産党や北朝鮮を見てるから騙される人はいないとは思いますがね。とはいえ負けん気心派の強い、日本人にはかなり浸透してるのは事実。日本人歴史に興味ないからね、おかしいな。手ならない人が多い。江戸幕府は合議制で官僚政治。すごいな。短時間で85レスもつけるとは。どんだけ暇なんだ W。まあ佐藤は追い出し星にべったりの原発族だし渡辺の責任は重いよな。江戸幕府の幕藩体制は一種の連邦制でアメリカに近い。共産主義国家にそっくりなのは明治政府だよ。国家神道の崇拝を国民に強制し、薩長藩閥なり権を牛耳る得意な独裁国家だったんだから。今の時代背景認識してる？どんだけ島が日本海域空域に来てるの？今深夜だぞ。明治新政府は会津戦争における戦死者を賊として埋葬を許さず、このために長期間にわたって放置された。遺体は風雨にさらされ、鳥獣に食い散らかされる悲惨な状況だったという。見かねた近所の村人が遺体を埋葬しようとしたために処罰を受けたこともあったという。実際には疫病の元になるという理由からようやく処理が許されたのだ。また、長州、薩摩藩兵による、会津若松城下での略奪や強姦、虐殺も激しく、特に、長州人は気性が荒いことで当時から有名であった。会津藩兵の死体から精液を切り取って口に含ませ放置したり、その凄惨さは、彼らの味方である、新政府軍側の、土佐藩兵や従軍僧侶が日記に批判的に書き記すほどであった。回数にスライドするのもパターンだよな。バカは死ねよ W。ID 変えてるけど安倍川も粘着してますしょう。安倍川を、謎に嘘で美化されたプロパガンダ歴史観に絡めるのには、さすがに無理があるかと。それに関しては歴史家の大山氏が嘘だと否定してます。会津の晩百越も手記に政府から金をもらって埋葬したと記してます。会津若松氏も政府からの命令書の原文を出してます。安倍防衛隊って全てのスレを監視してるのか。大変だな、ご苦労様。で、スレの監視ってどうやるの？主作業？ W、ここで言ってねえで。お前が言ってるようにアメリカに英語で言ってこいよ。日本捨ててんだからアメリカ人らしくしろよ。死体埋葬禁止の嘘を出してくるとか。典型的な会津プロパガンダじゃん W。だって安倍が会津で演説したら会津民が無反応みたいな嘘を並べてるからな平気で、江戸にみんなで戻そう、とか聞いてられない。こいつらに悪意がないわけがないんです。
上級武士はひどいことをしていたとか、そのまま共産主義者の扇動工作と同じレベルのことを言ってるんです。社長のクソ野郎たちはね。実際にはひどいブラック経営だったのは社長のクソのようななりすましの連中の方でね。これはもうごまかしようがない史実ですね。本当に最悪ですよ。こいつらがやったことは。それでクソ中田イラグラですからね。本当におぞましいです。今の偽日本は。第一次産業革命で、白色国家は有色国家を蹂躙した。第一次産業革命は、エネルギー革命と流通革命の両方の革命である。エネルギー革命は、石炭そして石油そして原子力の革命が連なる。流通革命は、風や人力や馬などアナログによる移動から、蒸気の世界に、船や電車や飛行機によって移動が短時間になり、世界が狭くなった。インターネットを第二次産業革命という人多いが、これはエネルギー革命はなく、流通革命のみであり、第二次流通革命といった方がベターであろう。第一次産業革命で遅れて成功者になった日本。第二次産業革命、流通、で日本は負け組になりつつある。日本の衰退はインターネット解禁の頃から始まっている。第一次の成功体験の明治維新を、改めて勉強してみることが、日本復活の手がかりだと自分は思うが、反社長士官なんて考え、一体何を目的にしてるのか？謎のステレオタイプばかりじゃ、議論にもならんという、10年前に亡くなったガルブレイスなどは次のように言ってますね。十分すぎるほどの力を、歴史的にも伝統的にも日本及び日本人は蓄えていると思いますよ。要するに、自分が住んで、いる環境を美しく保ち大切にする、ということは文化の営み、なのですが、日本ほど豊かな文化的伝統に支えられている国、はありませんからね。つまり、エコノミーとエコロジーを両立させていく上で、日本人ほど、優れた民族はないのではないでしょうか。僕最近も、私は北陸の、神奈川を訪ねる機会に恵まれましたが、実に素晴らしい美意識やエコ、ロジー感覚に支えられているなぁと、心から感動いたしました。近代文明の一つの失敗は、美術や建築など比較的人工的な、美に対してはかなりの気配りをしてきましたが、それに、引き換え、田園牧歌的な農村風景や地方都市などに初めから、自然にビルトインされているような美の保全ということに対しては、実に無神経だったような気がします。つまり、美術館や博物館など、に行ってはもっともらしく美をめでたりしますが、それ以外のものに、対しては経済性に合わない、というだけの理由で一刀両断に切り、捨ててしまう傾向があまりにも強い。しかし、神奈川にしても、京都、にしても、日本の地方都市にはきちんとそれが保存されている。この極めて自然体の美意識こそが、これからのアースコンシアスネス、かっこ地球を守るという意識と大きく結びついてくると思う。んですよ、これは数魂の賜物とは言えないですかね。危険人物、だった吉田松陰、教育者が抱いた革命思想。2017年9月9日22時29分、勝のホラ日記をソースにしてるバカ発見。嘘の歴史はアイズプロパガンダと反日プロパガンダ。独善的な正義の被害者ではないとバレましたよ W。監視どころか同じレス回ってるじゃんしょう。ネトサポネトウヨとか言うなら安倍と維新の直接のつながり1回くらい出してくでしょう。さすが、自民防衛隊は全てに詳しいな。政治の専門家だな、さすが。しかし、お前らはもっとも、間抜け、なんだが、八重の桜は原発事故があったから決まったんだよ、バーカ。W、ホラだという証拠は？市民が徴収利益だったのは、徴収を範囲で裏付けできますけど。社長は英雄と思ってないけど、安倍が英雄じゃないことを自覚して、今の日本で国会までやってきたなら、それはそれで見分したらいいって思ってるよ。あんたも有権者ならそれくらいできるでしょ。すごい伸びてるな。ここに来て論破されてる死体埋葬禁止出すとか、基本的にネタがないんだろうな。だから思いつきで書き込みしてるのが、多いんだと思うわ W。ならその福沢のソース出せよ。勝海舟が日記に嘘を書いたという資料よ W。日本会には、明治体制を作りたい。以上。俺昨日からいるけどまだ山口県民といった人、一人、しか見てないしょ。薩摩が、長州が、小、林林丸プロジェクトを立ち上げて特に任務を果たしたのは木村摂津守義樹。勝は木村摂津守に泣きついて官庁の座にありついたのはいいけど、公開中は戦室に閉じこもって何もしなかった、かっこ、できなかった。勝を信用してなかった木村摂津守がアメリカ人水兵を乗船させてたおかげで、林林丸はかろうじて太平洋横断に成功する。勝に全てを任せていたら林林丸は間違いなく海の藻くずになってた。無能で無責任な勝の正体を間近で観察してたのが福沢諭吉。彼がその後勝をどのように評価したかはご存知の通り。つか、全てホラとか言ってるお前がホラじゃねえか。だからといって日記や発言が全てホラとか、お前らの都合じゃん W。それ俺が昨日言ったよバカ。で、結局、今の天皇陛下は南朝の子孫なのかな？江戸に戻そうとか言ってるやついないだろ。社長を美化すんじゃねえと。社長士官でなんともすすきってない日本史を普及させようとするんじゃねえということだろ。江戸審査とかさ、気持ち悪いやつ。竹中は社長の人なの？聞いたことないけどな。政治板に変えでしょう。この人全く数魂のない人だね。全、すでに板の章これマジよ。相手する身になってしょう。アイズプロパガンダ、反日プロパガンダを叩いてるだけですよ。お前アイズプロパガンダ、反日プロパガンダだろ？ W。勝海舟は日本人に戦艦を建造することは500年かかっても無理と主張し、薩摩と組んで横須賀造船所建設を妨害したクズだからね。竹中は奈良の B だから、江戸時代が好きなわけねえわな W。あるわけないだろ。反日プロパガンダなんだから W。つうか江戸審査と会津と何が関係あるの？ W。
そういうそのすすきっぺらい日本史を押し付けようとしてる薩長の連中が嫌いなんだよ。その中で当時も大阪の大本教が何かって見ると大体わかるやん。ヒンズイスラムみたいな対立軸に天皇が乗っかってる不思議空間。大河の誘致運動なんて20年間やったって決まらないもんだよ。バカ者。結局、徳川の都合が悪い奴が嫌いなだけじゃん。現代人が昔の人間嫌うとか思考がしな。朝鮮じゃねえか。はい、論破できないお前の負け AW。通貨薩長で最後に政権牛耳ったのは大久保利通ってちょんだろ。ちょんな日本なのか。薩長こそ日本を乗っ取った連中だろう。歴史は元に戻れないが、それを美化しようとしても無駄だな。これはしたら笑ってしまった。あんな端っこ発展させる必要がないからだろう。民度も最低とのこと。週刊誌や全国誌の記事によると、97% に脳障害がある。そのため元本的な読む書くができないものが多く、大学進学率が全都道府県最低。恋愛という概念がなく、強姦性交イコール、婚姻成立のため、鹿児島県の既婚男性は、他県に出ればただの性犯罪者である。犬は冠婚葬祭時のメインディッシュのため、飼い犬が全くいない。連れて行こうものなら連れ去られる。同性愛が盛んで、ほぼ性交をしていない者は、中学に進学できない。他県からの旅行者の7割は行方不明になる。自動するの？コピペネタみたいだな。ショーまた立ったら寝るまで来ようかな。社長に押し付けられてると思う脳が異常だわ W。すっかり反日プロパガンダ。アイズプロパガンダの脳になってんのね W。勝海舟の主張通り横須賀造船所建設が頓挫してたら、日本は日露戦争に負けてた。勝のような卑劣な二重スパイを美化してる奴こそ反日だよ。安倍が社長円個人事やってんだから W。教科書も社長の美化したすすきっぺら要素の歴史の押し付けになるだろこのちょんが W。犬食ってたのハイズだけどな W。芝五郎が書いてるよ W。おお、風徳元虹とはあるのか。俺が物心ついて初めて見た大河だ。それ以後の数年は全話見てたなぁ。DVD 買おうか。明治体制はネトウヨの根幹なんだ。やっぱりな。W。昭和4年2月に7年宮内大臣を務めた田中光明が実は明治天皇は孝明天皇の子ではないと言ってるよ。孝明天皇はいよいよ大政奉還、明治維新という時に急に殺されて崩御になり、世間には明治天皇は孝明天皇、かっこ北朝系の巫女であり、母は中山大納言の娘中山慶子様で、お生まれになって以来、中山大納言邸でお育ちになったということになっており、皆を睦仁親王といい、父である孝明天皇崩御と同時に直ちに大王様を継いだことになっているが、その睦仁親王は暗殺され、これにすり替えはった明治天皇、かっこ大室虎之助は、五代の天皇、かっこ南朝系の第11番目の巫女光義親王の子孫で長州藩で毛利氏が守護してきた。安倍憎しで長州憎しになりちょんちょん言い出すとかしょう。で、会津プロパガンダ、反日プロパガンダのお前ら、まだやんの？ W、こっちは資料文献や、お前らの思いつき指摘したり、お前らのブログ貼って、同じだと証明するだけよ。アンチ安倍なら何でもあり、ちょんだからしょうがねえ。薩摩高麗町生まれの朝鮮語通訳の息子 W。そうなんだ。タスレで見つけたんだけど、思わず笑ってしまった。さすがにねえわと。誰が何を美化してんだよ W。必死に美化してんのハイズと朝鮮だろうが W。バカだろ、俺らへの桜の誘致手伝ったんだぞ。知らないはずねえだろしょう。通過さ、自民党清和会ってちょんじゃん。清和会って本当は、正義会、みたいだな W。ちょんが日本を牛耳るための派閥、小泉も薩摩のちょん役だ。この前集まってたよな。安倍、小泉、森、麻生で、社長ちょん会議か W。もう全部バレてんだからしょうがねえよ。ネット時代って隠し事できねえな。縁故で人事やるとすすきってらいびか。辻褄合わねえよ。具体的に説明しろよ W。ちょんなのはむしろパヨクのお前だろ W。会津藩はつながりあるよ江戸とすすきってらとか安倍川マジ安倍川翔。急に元気になったな W。埋めるのに必死か。辻褄が合ってないのはお前の豆腐の詰まった脳みそだろ。ちょんも慢性慢性して愛国日本って受ける W。民主主義の中で結社の自由も行き着いたら結社の社会になる。その間で官僚が機能してない日本は官僚組織も補完勢力でしかない。ただどのタイミングか待ってるだけ。言っても圧倒的多数の無類のあだ名票持ってるから、帝国主義と鉢合わせになる。ただの事実じゃん W。ジョン政治はもうたくさんだ。清和会なんて内戦一体だろ戦前回帰なら。反日プロパガンダがちょんと泣くのは笑えるな W。官僚に利用された。官僚が利用した。お前の日本だと思ってるのは薩長ちょんの支配する国だからな。それ、日本じゃねえだろ。ちょん国だ W。だから事実の証明しろよ。縁故からお前の言うすすきってらいびかな。どう繋がってんだよ W。生きてた工作員 W。親父のリオは、沖永良部民や琉球と大韓やった後、機械に島流しになってるけど、どこでその通訳をしてたの？豆腐頭に説明して俺に何のメリットがあるんだ。てめえは豆腐頭のまま死ぬんだから、教育してやる必要もねえよ W。思い込みでそこまで下げれる。お前がちょんだろ。読み上げ終わり。今回は、幕末維新の謎、第17回、全27回、でした。YouTube ひじくろチャンネル。また次回。